どうも、天心向井です、えー。このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況、オタクあるあるやアニメの紹介をしているショート動画なんかを上げております。えー、今からアニメの感想を喋っていきますけども気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、えー。この動画の感想などはコメントに書いていただけると全て目を通させていただいております。はい、ということでございまして早々のフリーレン第9話見させていただきました。 最高ですすすバトルかっこよすぎますいいですねっていうもう本当にね早々のフリーレンっていうのはまあもともとこの前の感想の動画でも上げてますけどやっぱりこのもともとヒンメル一行で、えー、魔王を倒したあと人間とは、えー、今まで、えー、培ってきたものをフリーレンが振り返っていく。 というような話だと思っていたわけですよね。でもそんな中でなんでフリーレンがもう一つ人気があるんだ。そのめちゃくちゃあったかいストーリーもめっちゃいいんですけども、プラスバトルのかっこよさ、フリーレンのクールさ、ここにすごく意味があるんですよね。これがいい。見てましたかと。このバトルのかっこよさって。うん。 このね、本当に、ええー、まあ、前の話とかあでですよ。うん、まあ、正直、まあ、フリーレーンを、まあ、見ている、あんまり相手にされていないんじゃないかと言われる、フェルンとシュタルク対、対、えー、リュグナー対リーニェという図式。そして別のところで、フリーレーン対、えー、担当大のアウラの戦いがある。この三つの戦いがある。まずは、この、 二人。魔族の二人対、えー、フェルン、シュタルクの戦いなわけですよね。ダブルピースしてる、浮かれてるやつみたいになっちゃいましたけど。はい。で、それが、やっぱいいですよ。うん。まあ、一生を報いた形で、えー、帰ってきたフェルンとシュタルクでしたが、まあ、ここで、えー、リグナーが現れて、リグナー対、ここのフェルンの戦いは魔法。そして、リーニエ対シュタルクは王の戦士との戦い。っていうことなんですけど、まあ、お互い思いがあって、えー、これが面白いのは、 えー、やっぱりリュグナは自分の方が完全に有利だと分かっているけれどもこのフェルンが持つスピードに圧倒されてしまうこれはもうどうしようもないもうとにかく速い、まあ、これがすごい、えー、フリーレンも フェルンに対して、えー、才能を感じてる部分でもあるわけ。うーん、そしてもう一つ、リーニエ対、えー、ここのシタルク戦。これがいいですね。アイゼンと、もう、元ともと戦って最強の戦士だと認めた上で模倣しながら戦っていくリーニエ。そしてそのアイゼンを死に置いたシタルクっていうのは、ある種、同門対決なわけじゃないですか。でもそんな中で、シタルクは、まあやられて、えー、倒れてしまう。そんな時にアイゼンの昔の記憶が出てくる。 それは結局、戦士たるものを負けなんて決まってないんだ、えー。最後まで立ってたやつが勝ちだっていう、このものすごい刺さる言葉。これはシュタルクにも刺さるんですけど、見てるこっちにもめちゃくちゃ刺さる。ね。あるじゃないですか。本当に大喜利滑った。2回滑ったからもう前出れないな。とか、トークライブでトークを喋った。それがあんまり受けてない。あれどうしよう。心が折れてもう喋らなかった。みたいなことを奮い立たせてくれる。 ここの最後まで立っていた、最後まで戦った奴がまず勝利に近づくっていうことを言ってくる。だからあそこで折れなければよかったなとか、そういうことが思えるっていうすごい大事な言葉をアイゼンは言ってたわけで。大喜利もトークも滑ってる。問題です。まず。 そんなことより、アイゼンの言葉より、俺が不安ですけれども。まあ、そういうようなシタルクが、まあ、その先輩であり、死であるアイゼンの言葉を、なんとか心に、えー、止めてですね、まあ、立ち上がって、リーネと、えー、相打ち覚悟でやるけども、最後、勝てるって、もう、これはやっぱ痺れます。えー、本当に死の教えを守った結果、ああ、 まあ、強敵である、リーニーを破った。そして、リーニーが破られたことに驚いてしまったリグナーの一瞬の隙を見逃さずに、ここでスパンと決めてくる、やっぱりフェルンだなと。うん。このバトルのかっこよさ、本当にね、もう画角もかっこいい、もうすごい使い方で、ええー、あの、 リーニエの武器が出るところとかも一個一個めちゃくちゃかっこよかった。うん。で、まあそんな中でその試合に行く前に、戦う前に、やっぱりシタルクがふざけてフリーレンに頼みに行くとか言ってるあたりも、このフリーレンの世界観ではもうめちゃくちゃ OK と言いますか。いいねっていう感じになっちゃうんですよね。そう。これが二人とも勝てたことがやっぱ見てて気持ちいいし。そして、 まあ、先ほども言いました。まあ、このストーリー、9話でいうところの冒頭に来ている戦いですね。フリーレン対アウラというね。で、まあ、このアウラのやり方が、もう首がない戦士ばっか、この無誤差っていうことをちゃんと喋、えー、ってるっていうのもやっぱいいですよね。あれはなぜ、ええー、まあ、ひどい魔法ですよ。魔力の大きさで変えてしまうって。これ、あれもうそういう意味じゃ無敵だし。えー、アウラもそれを分かった上で。 戦ってるフリーレン対アウラ。一体どういう戦いになるんだという。これが次回ってわけでございますけど。まあ、素晴らしい。いいですね。これでまた次回もワクワクできるし。何よりアウラの竹達さんが可愛くないっすかどうっすかいやー本当に。俺の中のダチョウさんが出てきた。うん。やっぱいいですね。アウラの。まあ、もともとピンク髪、生意気、ああいう女の子。俺もともとすげえタイプなんです。ごめんなさいね。 先に謝っとこう。バッとしないでください、ね。そう。だからこそ、あの感じと、まあフリーレーン、あのクールな感じ、一体どうなるんだっていうのは、やっぱワクワクしちゃいますよね。うん。まあ、全体的にやっぱりしっかり丁寧な作りだからこそ、この、えー、服従の天秤を一体次はフリーレーン、どうさばいていくのか、どうやって戦うのか。 うん、これはもう本当に大事なシーンですし、この次回は、やっぱ原作好きからするとものすごい、えー、フリーレンに続婚になった回になるんじゃないかなと思うから、その初見の方々も楽しみだし、まあ実際本当に、えー、どうなるかなんてわかりませんからね、こっから。うん。やっぱり最後のあのアウルの言った、えー、ヒンメルに吹き飛ばされた、ね、ヒンメルに怒られたって言った後に、うん、じゃあ別にいいじゃないってね。 ヒンメルはもういないんだから。この一言が結構アニメではさらっと言われてるのがまたアニメのオリジナルの良さだなというか違うものをしっかり見せてくれてるんだなと思いましたね。あそこは漫画で、ね、まあ漫画でも読んでるからあれなんですけど漫画で言うとあそこはちょっと立たせてるセリフでもあるじゃないですか。うん。 あの、ヒンメルがいなくなった。要は、魔族の心のなさをはっきりと表す一言なんですけれども、それに対してやっぱりフリーレンが、じゃあ魔族はさ、やっぱ最悪だ。えー、倒すっていうことなんですけど、あそこをさらっとやることによって、魔族においては当たり前すぎる。残酷さではない。魔族において当たり前のことを言ってることに対して、フリーレンが怒るっていう、もうは価値観の平行線を表しているシーンに変わっていて、それがすごく、 変わってるというか、それが顕著にわかるシーンになってるんじゃないかなと思って、僕はあのシーンをさらっとやるのはめっちゃドキドキしてめっちゃ良かったですね。皆さんどうだろう皆さんどう今回で良かったとこどこいっぱいあるよね。じゃあもしよかったらコメントに書いていただけたらと思います。えー、こんな感じで、えー、次回も楽しみでございます。えー、かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、天使向井でした。ありがとうございました。